教科書を読んだのうん、林さんに読ませてもらったんだよあの講義のテープ聞いたのうん、林さんに聞かせてもらったんだよ写真撮ったのうん、林さんに撮らせてもらったんだよインタビューやったの うん。林さんにやらせてもらったんだよ。何かおいしいものを食べたのうん。林さんに食べさせてもらったんだよ。どうぞ、あちらの方にお入りください。ありがとうございます。入らせていただきます。 どうぞ、こちらにお上がりください。ありがとうございます。上がらせていただきます。どうぞ、こちらでお待ちください。ありがとうございます。待たせていただきます。どうぞ、お話を続けください。ありがとうございます。続けさせていただきます。 どうぞ、この電話をお使いください。ありがとうございます。使わせていただきます。どうぞ、お食事を始めください。ありがとうございます。始めさせていただきます。どうぞ、お好きなものをお選びください。ありがとうございます。選ばせていただきます。 誰が使ったんですか誰も使わないようでしたから、私が使わせてもらいました。誰が招待したんですか誰も招待しないようでしたから、私が招待させてもらいました。誰が決めたんですか 誰も決めないようでしたから、私が決めさせてもらいました。誰が案内したんですか誰も案内しないようでしたから、私が案内させてもらいました。誰が選んだんですか誰も選ばないようでしたから、私が選ばせてもらいました。 誰が来たんですか誰も来ないようでしたから、私が来させてもらいました。誰が乗ったんですか誰も乗らないようでしたから、私が乗らせてもらいました。誰が作ったんですか誰も作らないようでしたから、私が作らせてもらいました。 誰がやり直したんですか誰もやり直さないようでしたから、私がやり直させてもらいました。Drill D。坂本教授の講義聞きたいのええー、聞かせていただけないでしょうか。杉浦さんに会いたいの えー、合わせていただけないでしょうか。このゼミに入りたいのえー、入らせていただけないでしょうか。早く帰りたいのえー、早く帰らせていただけないでしょうか。このコンピューターが使いたいのえー、使わせていただけないでしょうか。 この時刻表を使ったえー、ありがとうございますせっかくそう言ってくださったので使わせていただきました来学期の予定表コピーした、えー、ありがとうございますせっかくそう言ってくださったのでコピーさせていただきました 斉藤教授にお目にかかったええ、ありがとうございます。せっかくそう言ってくださったので、お目にかからせていただきました。お風呂に入ったええ、ありがとうございます。せっかくそう言ってくださったので、入らせていただきました。写真撮った ええ、ありがとうございます。せっかくそう言ってくださったので、撮らせていただきました。好きなの選んだええ、ありがとうございます。せっかくそう言ってくださったので、選ばせていただきました。昨日早く帰ったええ、ありがとうございます。せっかくそう言ってくださったので、 早く帰らせていただきました。タクシーで来たええ、ありがとうございます。せっかくそう言ってくださったので、タクシーで来させていただきました。F。ローマ字読める読めますとも、ここの人はみんな読めるはずですよ。 歌舞伎好き。好きですとも、ここの人はみんな好きなはずですよ。あそこの事情に詳しい。詳しいですとも、ここの人はみんな詳しいはずですよ。もうのを見た。見ましたとも、ここの人はみんな見たはずですよ。 よく納得させたさせましたとも、ここの人はみんな納得させたはずですよ。試験心配だった心配でしたとも、ここの人はみんな心配だったはずですよ。コンパ楽しかった楽しかったですとも、ここの人はみんな楽しかったはずですよ。 ご家族懐かしい懐かしいですともここの人はみんな懐かしいはずですよ G ぜひこの集まりの担当者に会いたいんですけどこちらの課長も会いたがってるそうですよ なるべくこういう仕事を彼にやらせたいんですけどこちらの課長もやらせたがってるそうですよできれば橋本さんに責任を取らせたいんですけどこちらの課長も責任を取らせたがってるそうですよ直接事情を説明してもらいたいんですけど こちらの課長も説明してもらいたがってるそうですよ。なんとか坂本さんと親しくなりたいんですけど。こちらの課長も親しくなりたがってるそうですよ。もう例の面接のことは忘れたいんですけど。こちらの課長も忘れたがってるそうですよ。 先輩が亡くなって寂しいですね。寂しがってる人は多いみたいだけど仕方がないわよ。あの落語のテープが欲しいですね。欲しがってる人は多いみたいだけど仕方がないわよ。あそこの管理人がうるさいですね。 うるさがってる人は多いみたいだけど仕方がないわよ。課長に会うのは恥ずかしいですね。恥ずかしがってる人は多いみたいだけど仕方がないわよ。帽子をかぶるのは嫌ですね。嫌がってる人は多いみたいだけど仕方がないわよ。 あの親切な秘書が辞めて残念ですね。残念がってる人は多いみたいだけど仕方がないわよ。パート2先輩が亡くなって寂しいですね。寂しがってる人は多いみたいだけど仕方がないよ。 あの落語のテープが欲しいですね。欲しがってる人は多いみたいだけど仕方がないよ。あそこの管理人がうるさいですね。うるさがってる人は多いみたいだけど仕方がないよ。課長に会うのは恥ずかしいですね。 恥ずかしがってる人は多いみたいだけど仕方がないよ。帽子をかぶるのは嫌ですね。嫌がってる人は多いみたいだけど仕方がないよ。あの親切な秘書が辞めて残念ですね。残念がってる人は多いみたいだけど仕方がないよ。 新学期が始まるまでこのコンピューター使わなかったんですかいや、始まる前にも使いましたよ新しい事務所に引っ越すまでこのコンピューター使わなかったんですかいや、引っ越す前にも使いましたよ 誰かに詳しく説明してもらうまでこのコンピューター使わなかったんですかいや、説明してもらう前にも使いましたよ。試験が終わるまでこのコンピューター使わなかったんですかいや、終わる前にも使いましたよ。 専門の人に調べさせるまでこのコンピューター使わなかったんですかいや、調べさせる前にも使いましたよ。所長が帰ってらっしゃるまでこのコンピューター使わなかったんですかいや、帰ってらっしゃる前にも使いましたよ。Drill J 私が喜んでこのノート返してあげるから任せてください。せっかくですが、私が自分で返してあげなければならないんです。私が喜んで事情を説明してあげるから任せてください。せっかくですが、私が自分で説明してあげなければならないんです。 私が喜んで荷物届けてあげるから任せてください。せっかくですが、私が自分で届けてあげなければならないんです。私が喜んで部屋片付けておいてあげるから任せてください。せっかくですが、私が自分で片付けておいてあげなければならないんです。 私が喜んでこの手紙書いてあげるから任せてください。せっかくですが、私が自分で書いてあげなければならないんです。私が喜んでお金預けてきてあげるから任せてください。せっかくですが、私が自分で預けてきてあげなければならないんです。 私が喜んで子供を着替えさせてあげるから、任せてください。せっかくですが、私が自分で着替えさせてあげなければならないんです。この教科書を使うのは新学期が始まってからですかええ、始まるまで使わないと思います。 この教科書を使うのはコンピューターを習ってからですかええ、習うまで使わないと思います。この教科書を使うのは斎藤教授がご覧になってからですかええ、ご覧になるまで使わないと思います。 この教科書を使うのは漢字がよく読めるようになってからですかええ、読めるようになるまで使わないと思います。この教科書を使うのは今度の試験が終わってからですかええ、終わるまで使わないと思います。 この教科書を使うのは、戦学期のを読んでしまってからですかええ、読んでしまうまで使わないと思います。この教科書を使うのは、教授がニューヨークからお帰りになってからですかええ、お帰りになるまで使わないと思います。 私ならはっきり言うけどでもはっきり言ったら彼の気を悪くするんじゃないでしょうか私なら他の人を選ぶけどでも他の人を選んだら彼の気を悪くするんじゃないでしょうか私ならお土産返すけど でも、お土産返したら彼の気を悪くするんじゃないでしょうか。私なら何度もやり直させるけど。でも、何度もやり直させたら彼の気を悪くするんじゃないでしょうか。私なら直接文句言うけど。でも、直接文句言ったら彼の気を悪くするんじゃないでしょうか。 私なら新しい人も混ぜるけどでも新しい人も混ぜたら彼の気を悪くするんじゃないでしょうか